皆さんこんにちは、近藤です。今日はドレープをたくさん入れたクチュール風なドレスをご紹介します。自然なドレープが流れるようにデザインされた美しいドレスですね。このようなドレスを作るときは、まず最初にその下に着るコサージュまたはコルセットを作るところから始めます。もしコサージュやコルセットに興味のある方は、過去に動画をご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。このようなドレーピングで気をつけたいのは、一本一本の線が不規則でありながら自然で美しいバランスを保つことです。しかし忘れてはいけないのは、ドレーピングの最終目的はデジタルまたはアナログでのフラットなパターンを作ることです。ですから縫製の順序、可能性を考えながらドレーピングをするということがとても大切ですね。ぜひ皆さんもこのビデオを見てトライしてみてください。それではどうぞ。